はい、NHK をぶっ壊ということで、令和5年2023年の今日は、3月もう末ですね、30日ということで、まあ、国会でですね、今浜田参議院議員や斉藤参議院議員がですね、総務委員会に行ってくれております。まあ、話題になっているのかな、話題になろうとしてますが、この金額ですよね。なんと NHK はですね、このように75万4200円で請求をですね、平気で送ってきてます。平成7年から令和5年、もう何十年分やねんと、まあまあほぼほぼ30年近いと思いますが、時効5年ちゃうのかと、まあ、思いながら、75万4200円、そしてこちらもですね、同じく70万円超えの、先ほどはこれ大阪ですね、こちらは神奈川ですね、70万とび400円と、もういつになったら裁判するの、こんなためといてと。でまだあります、このように、今度は北九州になりますが76万3000円ということで、まあ、もちろんこれ70万円台の人も、まあ、そんなにいないんでしょうけど、まあこういう請求をですね、平気で送ってくると。でちなみにこれ裁判になったら令和5年ですから、平成30年からの分で済むので、この76万円は14万円ぐらいなんです。これも全部そうです。これどんなに裁判過ぎてもこれ60万円安くなるんですよ。これもこれもだから払ったら損でしょ。しかも利息の請求してないんですよ。これ延滞利息請求していないんですよね。で今話題になってる、まあ、明後日からですね、契約しない人に関してはこの料金がまさに3倍になるということですね。これかける3になるんですよ。もし未契約で裁判になったらこれかける3になりますから220万円超えてきます。でこれ契約してて裁判になったら14万円なので、まあ220万円と14万円なので、裁判になると200万円ほどの差が出てくるというのが、まあ、こういうところからもですね、時効が効くのと裁判にならないということで、この3人の方は契約して不払いで、不払いしててもこのように裁判にならないというのが、この金額からも期間からもお分かりいただけると思います。不払いしている人は NHK110 万世帯と言っています。裁判しているのは年間に多くても1000件ということなので、裁判になる可能性はだいたい 0.1%、 10年おいても 1% ということなので、このように多くの人が裁判にならずに70万円を超える請求が来ます。でもこの請求が来て万が一裁判になれば、時効の援用ということを言えば、これが14万円程度になると。ですからしっかりと契約をして不払いをすることをお勧めしている理由であります。以上です。 NHK をぶっ壊。